前回のカズクラ、カズさん大量の村人を村に移動してみた。とにかく頑張ってピストン輸送、なんか知らないけどめちゃめちゃ村が賑やかになりましたとさ。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。おやすみ。おー、よく寝た。はい、どうも改めましてこんばんは、カズクラでございます。わー、なんか賑やかになってきましたね。ん？なんか今上を飛んでたような気がした。気のせいか。はい、もう前回ですね、この中で村人連れてきてね、らいことになってしまっている。なんだ、なんかもうここが村の中心になってしまったのかもしれませんね。久々だな、ここにね、村人くんのね。ということはあれかな、もうマクドナルドにみんな、お、やっぱいたな、お前。ほんでこっち、スタバ、おー、なんか移動してるわ。スタバの方は？逆にスタバの方が人気あんまりないね。やっぱ私のね、私の昔の家の方がね、全然人気がございますよ。うわぁ、そうだ、これ、なんか輸送した後でございますね。優秀な人をですね、ガンガン今ね、移動していたところなんでございますよ、収録外で。ほーら、こんな感じでね、もう村人だらけでございます。どうも。この本はね、新入りじゃないのかな？あ、火属性でございますね。セフォーさんでございますね。ほんで、水中呼吸なんでございますよ。そんで本日はですね、そうなんですよ。久々にまた行ってみたいなと思います。というか、本日はね、成功させてみせます。いや、ちょっとその前にですね、私ね、前もいろいろ材料持ってったんだけど、結局使わずじまいだったっていうね、なんかね、どれだ。今回必要な材料がね、白の羊毛が必要でございますね。そんでこっから赤でいいんじゃないのかな。赤ちょっと持っていきましょう。あとはですね、橙でございます。もう皆さんですね、なんとなくわかるんじゃないでしょう。サムネで分かっ、あ、ちょ、あ、さ、サムネ見ないで。さあ、今日は忙しいからな、頑張らないとな。またね、頑張らないと撮影時間が無駄に伸びるよ。あ、そういえば、どうでございましょう。やっぱここら辺すっきりしたよね。ちょっとね、このスタバと兼ね合いでね、こっちの方もなんかうまいことね、一体化していきたいなと思います。また今度な。さあ、では行きましょうっていうか、そうだ。畑の住民もね、ちゃんと増やしといたからね。これからもっと野菜が取れるようになるかとは思います。さあ、レッツゴー。いや、その前に。うまい。ぽい。あ、そうだ。いい加減ね、ちょっと後ろになんか見えるでしょう、あれ。これなんとかしないといけないよね。下、水中トンネル繋がってるんだけど、あっからですね。あっちの海底神殿の方にね、うまいことまた繋げたいよな。またちょっとそちらの方もですね、検討していきたいなと思います。おー、立っておりますね、レーザーが。よいしょ。壊れた。さあ、到着いたしました。ほんでですね、下準備の方やってるとこでございますよ。いやー、私ですね、ちょっとロマンってものをですね、忘れてたような気がいたします。何が効率化だ？他にもね、こういうやつ？ちょっとポザイクかけとくけども、確かにこれもいいんですよ。ただね、あっこまでカチカチしすぎると、カズクラっぽくない。やっぱカズクラって言ったらロマンでございましょうっていうことでも途中までね、作ったんでございますよ。いや、これはこれでね、いいのかな、ちょっとデカすぎたんだけど。どうしよう、これ。失敗して取り壊しとか決まった時どうしよう。めんどくさいな、これ潰すのな。では、早速作業の方行きましょうか。ぺい。あ、っていうか、あれはどうなってるのかな？よいしょ。パチャパチャなんか聞こえる気はするんだけど。おほほ。戦争。いまだにここで戦争が行われているみたいですね。なんかなんのかな？やっぱ。まだね、ゲットできてないんだよな。まあ、ちょっとね、これ無駄に発生させちゃってるからね。後で上の方、仮潰しだけしておきたいなと思います。さあ、では行きましょう。これもね、もうちゃんと調べてございまして。なるほどね。わかったぞ。大量の羊毛がね、必要になるからね。ぽい。
そんでこっからでございますね。こうかな。ほんで、やばい、夜だ。おやすみ。やべ、ちょびっと見えちった。まだみんな見えてないよな。頑張りましょう。最後の作業でございますよ。っていうか、もう完全に見えちゃってるじゃねえかよ。もういいや。ではですね、ちょっと水流をちょっと作っていきましょうかね、これね。どうするといいんだろう。あ、ぴったりでね、なんか、うまいこと流し込めればいいなと思うんだけど、これは?あ、来たね。ものすごくいっぱい持ってきたんだけどさ。待てよ。こういうことになるのかな、これ。よしいいね。あとはすごい地味な作業になるな。ちょっとね、無限水源を一瞬ちょっと作って、よいしょ。おお、できた。あとは、これでしょ。よーし。今度ね、多分、うまいことね、ここからね、突き落とすシステムができたんだと思う。いいね。ほんならもう最終形態の方行きましょう。いろいろ大事なものがあるからね。これですよ。これ大事でしょ、本当に。ああ、いい、よくなった。な、次はこっちだ。ここら辺だと思うんだけどね。感覚で大丈夫だ。こうだ。あとは水をね、上の方に敷き詰めるだけでございますね。では、行きましょう。では行きまーす。ぽい。なんか変な水流できちゃった。ま、いっか。さあ、頑張るぞ、地味だけど。よーし。変な水流、あれどうすんだろう。もしかすると、こういうのをつけることでね、なんかうまいことね、なったりしないのかな。あ、いけそうな気がする。あ、めっちゃ綺麗になったわ。ほんでこれを壊せば、やべ、めっちゃいいやん、これ。やっぱそこに1マスつけないときしんどいんだな、これね。よーし。さあ、あとはですね、発生を待つだけでございますね。なんかですね、明るさがね、関係ないっていう意見もございましたので、とりあえず上はね、貼らないでおこうかな。やべ、なんか発生してるわ。ちい、え?威力強すぎ、うそ。なげ、今止まったんだけど、危な。ちょ、もう上戻りましょう。よし。おいっつみ。お前だよ。おいっつみ。あー、よく出た。さあ、ではですね、まだ発生しちゃってるんでしょうから、ちょっとあれだけね、なんとかしていきたいと思います。ぷいっ。おお。悲鳴が聞こえる。悲鳴が聞こえるわ、悲鳴が。あ、この下だよな。これで抜けるかな。ほい。あ、いける。ほい。では、オノダでいっちゃいますか。私も一応攻撃できるように。ほい。よいしょ。あ、また、あっぱ。あ、いった。ガーディオンを傷つけようとして殺す。嘘だろ、もう。まさかやられるとはな、この私が。でもね、でも、いいポジション見つけたよ、これ。いや、もう、拉致が開かねえな。で、あ、ていうかね、こっちちょっと準備しておこうかな。こっからね、よだれの落ちてくるはずだから。もう来てますわ。あ、もう完全に来てますね、これ。キャン。あ、まずい、やべ。まずい。まずい。あ、見た、これ。下付きにしたからもうスライム発生しねえ。どうしようあれ。ものすごい邪魔。あー、やべ。あ、もうまずいやつだ、これ。モンスターハウスだ、いわゆる。ぷいっと。ぷいっとするだけ。さあ、ではですね、口からね、口から出る瞬間でものを覗いて終わりにしましょう。どうするべ、これ。これ、離れまくれば、やつら、追い気になるな。それがいいわ。まずは、おやすみ。ああ、よく寝た。
さあではですね、ちょっくら離れましょう。どうだろう、128ブロック離れればね、もう なんとかね、あの子たちは追い気になるとは思うんですけども、よーし、ではでは行きましょう行きましょう。さあどうでございましょう。ちょっと見えねえな、せっかく作ったのに。さあどうだどうだ、発生具合は。おお、超かっこいいじゃんこれ。あれ発生してない？え、また戦争してるここ。ああ、もう落ち着いたよね。ああ、もしかすると、あの、火が差し込むとやっぱダメなのかもしれませんな、これ。やっぱ火当たっちゃ多分ダメなんでしょうねこれね。よーし、完了だ。あとこれ忘れてた。これが原因かもしんないな。よいしょ、よいしょ。よいしょ、よいしょ。この角生やさないとそれは発生しないわな。さあ、口から出てきたら成功なんですけども、近すぎんのかな、私の位置がね。あれ、さっき落ちてた気したんだけどな。覗きに行ってみる？ん？あれ？いるっぽい音はするよ。あ、いる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 。やっぱ水流でああやってね、無理やり出すのはダメなのかもしれませんね。あっことか尻尾とか見えちゃってるし、尻尾なくなったわ。ほら、こっちこっち。そう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 、そういうこと。え、めっちゃ変なとこ、めっちゃ変なとこ行っちゃった。ね、これ、やっぱそこの方掘らないといけないわ、これ。はい、動画はですね、本日はこんな感じで終わりたいなと思います。もう残念ですよ。こっちの方がロマンあるとは思ったんだけどね。またですね、ちょっとそこの方法ってね、なんか変わった回収方式なんかね、取っていきたいなと思います。それでは本日はこんなところで、また次回皆さんお会いしましょう。バイバイ。バイバイキーン。